ね、宮市もありますね。今でも基本はあれですよね、スペースある時のスピードスターで怪我しがちみたいなイメージですけどね。前田大然は、まあ、ウィングとトップ両方のところの控えっていうような考え方だと思いますね。ただ前に動画で話したように、前田大然がトップできてるっていうふうに考えるかどうかっていうのは指導者によります。僕は前田大然はトップはできてないと思ってます。できてる時もあるけど、同じサッカーをできないと思ってますね、上田がいる時と。だからって前田大然に合わせたサッカー、それこそ古橋トップ使った時みたいにサイドを流れさせて起点作るみたいなのないじゃないですか。ってなると林大地を呼んでほしいんですけれども、ただ林大地に関してはトップだけになるから18人って枠だと選びにくいんだろうなっていうふうに思います。